はい、おはようございます。本日は一人です。現在9時15分、ここで30分は待ってるんですけども、あのバカから何一つ連絡が来ない、 LINE の既読はつかない、電話しても出ない。なので僕一人でもうお店に向かいます。で、佐々木は朝方まで編集してて今寝てるはずなんで、もう誰にも連絡つかないから一人でやってまいりました。本日8月22日は天王寺区玉造付近をお散歩中、今日は一人。さて本日、まずもう撮影しやすいとこって思ってたのと、並んでる時にデータ見たらガロの多分間違ってないはずなんだけど500ちょいやめの台が、カードの両サイドが450と500やめだったんだよね。でみんな設定機付き行っちゃっても、設定機付きコーナーに行くのはちょっとやないなと思って、で手前のガロとかもし取れたらまず押さえちゃおうと思ったの、撮影しやすいし。開いたままスッて取れちゃってびっくりした、うおーっと思って、でそのまま、まあ、あそこのコースでいつも妖精さん力入れてるしと思って、まず押さえてからパッて状況見たら、状況も良さそうです、打てそうですね。はい、というわけでまず U タイムもしくは初当たり取るまでちょっと頑張ってみたいと思います。回ってくれたらあのままガロで、多分1日ガロかな。というわけで実戦開始まで、ドキドキし、ストーカーは首だ、あ、待ち伏せくんだ。はい、というわけでガロを確保しました。でカスタマイズは歩3歩4ロングバイブとオートボタン、先読みはありで打っていきます。うおお、入賞フラッシュ入るなよ、嫌な予感がした、嫌な予感がしたけど朝一のガラ保留、レインボーになってほしい。さあ変動開始時ジープッシュか激アツが欲しい、激アツチャンスか。じゃあ2段もう一段、よし、ここまで行けば一応当たる可能性があるんです。もう一回上がればいいんだけど上がんないよね。一応入り口としてはギリギリ足りました、できれば激アツが良かったけど入り口としてはなんとか足りてます。あ、で大砲でぎじってからちょっと強いです、大砲でぎじるといいですよ。あー白柄フラッシュか、あでも魔天使軍が出てくれたんでここ OK で、天運だったら結構黄金騎士、黄金騎士好きじゃねえんだよな、ここのリーチ号がすげえ大事、よし大丈夫、これ足りた。ここねリーチ号は三星柄か金が欲しいんですよ、あのボスのセリフだったらキリン、あ金が欲しくて、あれだったら三星柄で、今魔天使いましたね。これはここの色がいつもよく分かんない、何が強いのか、赤のでも全然外れるし、で炎もここまで来たら大丈夫、PFOG が出なくても炎って時点で結構安心していいと思います。でそこまでの流れも三星柄はある、ガロホリはある、魔天使軍はある、タイトル黄金騎士もあそこのタイトルは天運だけちょっと熱いようだけど、当たる時でも天運が出ないことは割とあります。だからここよし、レインボーになる可能性すらある、ないか、ガロホリでしょ、変動開始じゃまあまあ合格で、疑似さんの時に欲しいのが魔天使軍、ガロフラッシュ緑以上と、あとリーチ後に三星柄か金か、ガロフラッシュ緑以上は出てないけど止まれた、あもう当たりますね。で今7点煽りが来たんですけど、あれが来ると7点にならなくても昇格率が多少上がるそうです。これは当たんなきゃやべえ、さすがに当たるね、1125玉75回転で1位で当たったっけ、何当たったっけ、1で当たってたらここで止まる、ああ4か、おお何で当たったっけ、1で当たっ何、あ4か、だからスクールするんだって、やった、もう絵が取れそう、絵が取れそう、絵が取れそう、で一発目は俺これって決めてんのよ。でライガは2で当たれば継続の子いったかな、いい感じ、よし
1はチャンス図柄です。他の図柄より継続しやすいです。継続時に一番選ばれやすいのは1だと思ってます。いわゆるライガだと2で当たれば継続ですけど、それはなかなか出なくて、357で当たったら継続なんですけど、それも出にくいです。だから必然的に一番いいんだけど、777とか出ねえ。やべえ、嘘だろ、死んだ1なのに、やばい、ポイントも少ない、これで緑テック、やばい、これ死んだかも、底落ちしたかも。ただここでたくさん連打してくれりゃいい。1000ポイント出ろ、やべえ、弱すぎる、マジかよ、1で死ぬ、底落ちは嫌よ。で紫カットインだったらほぼ死亡、赤だったらギリギリなんとかなるけど、すげえやばい、これほぼ死ぬパターン。あ、死んだ、マジかよ、底落ちかい、やった、これは無理です。前半のパートでプレミアムパターンの777とか123とかが出なかった。で前半のポイントが青で終わってる、トータルポイントが青で終わって、後半緑の敵が来て連打がすぐ終わった、トータルポイントが6000は無理、大丈夫だと思ったんだけどな、また当てなきゃいけないの俺ラッシュ。今回のお土産はこちらでございます。でここでプレミアムのが出てても復活には影響しないっぽい。復活しろ、よっと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 、絶対死んだと思ってた、だからやっぱいけるって言ったじゃん、ここ入った瞬間、やべえ、マジでよく復活したな。じゃあ次初代バトルいきましょうか。あ、もう一回やっぱ最後の一撃、ごめん、もう一回の、もう一回って言い切った瞬間に打ち出してスルーに弾通したら止める、これが俺の継続だ、いった、大丈夫だぞ、また1、ほらよかった。もう一回ちょっとしっかり解説していきたいと思います。レインボーじゃねえ、ちょっとやべえ、 V 入賞した時にある程度レインボーが出やすいんですよ、それでフラグ獲得するから、ちょっと今回も怖い。あーでね、ポイントが低い、また赤ポイントは多いけど、ちょっと123とか、うーわー微妙、5000最初いってないとやべえんだよ、4000緑テックかな、いやー多分1ってことを考えると行く気はするけど、123が出てないのがやばい、レインボー系がこれちょっと怖いですね。また弱え、マジで、いやーべ、また死ぬのやばいの俺、これこれ相当やばい、赤か金カットインなら、うわ終わった、うわ終わった、行くわけがない、マジか、今度こそ死んだかな。継続するときは実は前半パートで継続のコーナー777とか123とかの出やすいんですよね。あそこでそれらが出なくて4900以下でって時点でやばくて、その後赤敵でも、おお、信じらんねえ、やっぱ1強えのか、赤敵でも3撃なんですよ、それで勝つときって1撃目2撃目ででっかいダメージ与えんのね。もう1回最後の一撃いく、気持ちよくいってねえんだよ。でもね俺ローテーションね、最後最後初代初代ってやってるから、すいません次初代やります。あ、やばいやばい、これやばいやばいやばい、これ入ったタイミングがやべえ、やっちまったかも。初代モードはホラーのグループが4つあります。グループD のクマと素体で、グループ B の基本値星3、グループ A の星4、動け回れ、ほらやっぱダメだった、開いて一発置いて入ったやつ溜まって死ぬんだよ、やばい超やばい、しかもこれ強攻撃じゃねえの、黒龍じゃんこれ、はい強攻撃です、立たねえかな間違って、おお、なんだ今日のお前マジで、やっぱ魔人ゲートはいいですよ。初代で魔獣ゲート選ぶと結構な頻度でグループ B の連中にボコられるんですよ、それが好きじゃなくてね、これは大丈夫そう、 OK 大丈夫そうだ、1だし魔獣ゲートやりたくないけど、ちょっと魔獣ゲート行きましょうか。うわやべやべ、嫌いなんだよこのパターン、頼む回れ、おたす、あ、おたす聞こえねえんだ、魔獣にしたんだ、ほらこれがグループ S 星5です。今日やべえパターンしか来ねえな、でも1点なら1点なら、それでも1点なら、
で強いホラーの時ほど初代でもそうですけど後半まで引っ張られやすいんです。ライター動けば逆転だけど、まあライター動かないだろうね。多分継続するならここか危機回避、危機回避で継続か死亡ですね。回避行動が弱いので危機回避するかもしれないです。回避行動が強いのにほらね、回避行動が強いのに食らったらやばいんですよ。押し込めとか連打で回避できなかったら大体死にます。一応今継続したけど、基本的に魔界ゲート、魔界ゲート、魔獣ゲート、同じゲートが2つあるからチャンスって言われてるんですけど、僕は大嫌いなパターンです。タイマー告知いこうか。やべやべえよ今の。8は馬のモードだったら継続の横図柄で、特定条件を満たさないと出せないから、偶数の中では一番マシな図柄ですが、やっべこれだよ。やっぱパパモードやるんじゃなかった。タイマー3つじゃないと、ま、結構やばいんですよ。でこのタイマーは赤ボタンになれば強いですが、緑ボタンだし、あと一発目のタイマーで継続ってなかなかないんですね。だから大事なのは2つ目3つ目に強いタイマーがいることなんだけど、2つ目が一番弱いタイマーで、しかもタイマーが2つしかないパターンだから、これ死んだ言ってほしいけど多分無理です。うお、今日さ、いや連チャンしてるけどさ、ガル打ってた人なら、打ってる人なら分かると思うけど、今のだってまず無理よ。タイガの場合ステージがあるの、扉が閉まってステージがアップしていく演出もあるんだけど、それも出てないし、タイマーはクソ弱いし、まず継続しね。よく今継続したな。でも行くかも。一回なんか今2回連チャンしたらモード変えてるってのやると継続してるんで、あんまタイマー告知やりたくないけど、そのローテーション崩すと良くないから。いった、多分いける、多分いった。8か、レインボー来い。おねー、やった、タイマーが弱え。やった、またか。あ、閉まる、閉まれば、閉まんないだろうけど、うーわー、今のが閉まれば鬼奴だったのに。でも出ただけマシかな。1個目のタイマーで開眼したことはないです。多分ダメだろうな。ほらやっぱやめとけよかった。結果的に、連チャンは取れたけど、今回はどれも楽しくなかったですね。まだ復活の可能性ありますけど、今のタイミングダメか。あ、超、あ、うおいや、もうほんと気持ちよくねえな。そしたら最後の一撃、このローテで行ってみるか。今日は大丈夫だから出てきた。でこれはハズレオは継続ボーナスです。もちろん知ってますよね。でさ、ボタンを押すと、ボタンを押して剣がバイブしたら OK。 してない、セーフかな。うわー、際どい。あー、でも大丈夫そう。今度こそ気持ちいい連チャンお願いします。あ、ごめん、気持ちよくなくてもいいから連チャンお願いします。僕のおすすめは本当にこれ、ライガです。弱っ、およし。あ、やった、777出た、やった、777継続。ポイントも大きさにも注目だけど、連打が長ければ長いほどいいです。すぐに連打が終わっちゃうとやばい。やっと気持ちいいの来た。レインボー大丈夫かな。そろそろレインボー出てフラグ獲得するのが普通なんだけど。あ、でも良さそう。あ、でも777出ね。でも長いな、連打が長い。あー、でも4470、ちょっと微妙。5000超えてねえとやべえんだよあそこで。ここの敵赤だから、赤だけどな、赤と緑の大きな差はないと思ってるんだよね。でっかいの一撃ででっかいの起こす。うわ弱っ、うわー、わかんねえ、これわかんねえ。赤ボタン、赤カットインは結構信用できないです。前半で継続濃厚ポイントが出てないから、俺はちょっとかなり怖いですね。だいたい赤ボタンの時赤カットインが出て、僕の中で半々。あ、やった、ボタンがバイブしてるんでセーフ。いやー、すっげえ怖かった。赤カットインの数字は80スーパーって言われてるけど、そんなにないです。赤ボタン、赤カットインの信頼度は。さあ初代バトルいきましょう。4、なんでお前さっきライガーだったら継続だったのに。ってことは死ぬの。オールマージンゲート継続です。やった、ただ上がマジンゲーターなのはよし。で、ま、ゲートが2つはチャンスって言われてるけど、チャンスだと思わない方がいいです。おー、おいと、もたついて、やべ、どうだ。でも俺今なんか背景赤かったよね。
で何だやったと6いつか悪くない頼むよレインボー V 入賞きたお願いしますできれば V 入賞レインボー頼むよ頼むよ頼むよレインボーこねラウンド中は11発打ったら止めの繰り返しですただ僕はそんなもん見てらんないいや300が多いこれ大丈夫多分おい早いよでも連打がなあれで連打が長ければかなり良かったんですけど金のポイントが多かったからでも300ポイントが多かったからなんとかなるかもでこの時、ま、長いのうわーすぐ終わりやがったバーカいやーなんとかなってほしい赤カットインならなんとかでも大体紫大体紫金間違って金カットインえなんとかなるなんとかなるやったーやっぱ一通あと今回の継続の要因は前半パートで連打が短かったけども300ポイント金のポイントが4つ5つ出てたんだよねあれが多分強かったです1悪くないよ後半に出てくるのは緑ホラーと赤ホラーがあるんだけど実は緑ホラーの方がいいバージョンがあるんじゃないかと思ってますそれは緑ホラーが出てきたのに連打で与えるダメージがすげえ長いことだから前半パートで理想的なのは継続のこのポイントが出るこれが一番2番目連打が時間が長いこうなると4000円や5000円をほとんど獲得するのでいけますその連打が長いことに付け加えてポイントの数300ポイントがたくさん出ればさらに強いです後半パート赤ホラーは3撃って決まってるんですよだから赤ホラー3撃はいいんですけどもっといいのが実は緑ホラーが出てきたけど連打がものすごく長くて1000ポイント与えるんですよ金のポイントだとだからあのポイントが4000いかないぐらいで終わって緑ホラーが出てきた時頼む1000ポイント来い1000ポイントくれみたいな感じで赤ホラーよりでかいポイントくれる可能性があるんですよね緑ホラー連打が長い時あとはポイント1000をくれる時金のポイントは1000です緑ホラーのそれが出ればかなりいけますだから緑ホラーが赤ホラーに絶対に劣ってるわけじゃないのもダイガのモードの面白いところだから緑ホラーが出てきた時は連打の長さとポイントの大きさに注目してください15勝達成してるすげえレインボーどうするかどうするかちょっと嫌だけど魔界いきますどうせ死ぬなら説明してやるで魔界ゲートは全てがありえますお助けは出にくくなってると思うけど来ねえかな西の生命体だから嫌なんだようわおかしいこれ魔界ゲートにしてた場合お助けが出てこなかった時点で継続率ちょっと下がるからもしかしたら魔獣ゲートから出てきたホラーと魔界ゲートから出てきたホラー強さ一緒かもしれないけど魔界ゲートは騎馬王家が出てくる可能性がある分僕の中では例えば魔獣ゲートから出てきた魔界獣と魔界ゲートから出てきた魔界獣だったら魔界ゲートから出てきた魔界獣の方がチャンスはあると思いますなぜなら騎馬王家を否定したからあと一応魔人ゲートが2つでしたねやべうおコングラチュレーションだよとよとよとうわエンディングボーナスだ初めて聞いたあれフラグって取ってたっけ全然取ってねえのに行くんだ馬のモード初めてだわ馬やろうかじゃああとこっからはめったに行かねえし他のモードはいつでも解説できるからこっから全部馬にしますもうこんなのそうそう行かないんで OK モーターついたおいそれはタイガなら継続だよ君でこれは対戦する相手が騎馬とバロン、うん、ゼロ団とバロンの 3つがいるようですねケース序盤はガロの勝利期待度が高ければ高いほどいいらしい中どうなんだこれでも一番上に騎馬がいたよやばなでレース中盤は最後に競り合う相手らしい騎馬はやめて騎馬はやばいやべ死んだっすで暁があればチャンスアップなんですけどおお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 おボタンが震えたよ俺のハートも震えたよ
ね、一応レース中盤の信頼だ6割あるんだ。キバでもギリギリもたついたと思う。よく分かりました。ただ勝利期待度が高く、プッシュで上がれ。おお、これは大チャンス。しかもガロの居場所だけじゃなくてその上に誰かいるか。今ねゼロがいたからゼロと競り合いになりそうですね。キバが一番下だったのでキバだったらむしろ熱いんじゃないか。多分ダンだと思う。ほらゼロ段でしょ。一番上にゼロかないたんだよ。でキバが一番下にいたからキバが選ばれたら多分もっと熱かった。で最後の競り合いに一騎打ち。あ今赤月あったな。チャンスアップだ。で一頭競り合いになったらチャンスアップ。おい三頭競り合いはやばくね。よし一応三頭競り合いでも 70% となってます。あそんな変わんないんだ一騎打ちと。多分今勝因は勝利期待度が2番目だったこと。ただ対戦相手が一番強いところにいたゼロがいたんでちょっとそこ怖かったですけど、暁があったこと、この2つですね。すごい演者だな僕は。初めて 見るやつでも、まあ波の演者だったら、あガロが2番目だから熱い島までしか見ないんですよ。でも僕は敵がおお、キバが一番下にいたから、これキバ選ばれたらむしろ激アツで、一番上にゼロがいたからゼロが選ばれるかなって。もしかしたら対戦相手は序盤だけで分かるかもしれないです。震えてくれ震えね。僕今ちょっと仮説立ててるんですけど、ガロが一番上だったら多分勝利だと思うんですよ。まずガロの強さをボタンで決めるんですが、やべ一番下に嫌がるバーカ。どこに最初いるかが大事なのと、うわやべ、でキバゼロダンっているじゃん。だからキバかゼロかダンが相手になってくると思う。自分より下にいるやつが相手だったら多分超激アツだと思います。だからこれバロンならほぼ勝てると思います。で一番上に勝ったの、これは僕の仮説が正しければ勝ち。ほらやべえ俺やっぱ天才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 すぎる。やべえよこれ。レインボー、おいガロ一番下だよ。このスタ最初のポジションも大事。あこの場合強いからチャンスだと思うじゃん。ただ上にキバがいるからこれほぼキバ相手だからやべえと思う。あでもガロが先頭だからチャンスアップ、これなら大丈夫かな。おそらく相手はキバです。いや 90% キバです。絶対こいつです。あすいません勝ちです。俺はこれ負けたら演者やめます。俺はこれ負けたら演者やめます。だって2番目にいたよ。暁あって序盤のチャンスアップもあったよ。これ審議だろ。え負けないでしょこれ。負けんの下にいたよあいつは。絶対大丈夫だと思うんだけど。マジでなんで今のクソモリモリチャンスアップで負けんの。いや復活だと思うんだけど。いや復活でしょ。ほらってたらごめんだけど、みんなメーターのガロより上にいるキャラを注目してください。上にいるキャラ以外に多分負けないと思います。ちょっと見てこうか。多分そうなってるはずなんだよ。やべ頼む上行け。
おお、ただ牙が選ばれる可能性が高い。牙以外だったら勝ち。逃げてろよガロ、お前はサイレンス通からよっしゃ逃げてる。チャンスアップで牙以外だったら多分勝ちです。だから牙が出てくるんじゃない。あ、多分勝ち、多分ですけど。暁もありますね。勝つよなほら。やっぱね、あの俺に勝てる演者はいない。お疲れ様でした。自分の部っていうのをわきまえてやらないと。やっぱパチンコに関しては俺に誰も勝てない。今日確信したわ。勉強ないよ。ドテチンスケロクにも絶対負けねえ。今の捨てゼルフみたいな言い方って、こういうのに気づけるのは俺しかいねえ。最低じゃないですか。俺すごい。やっぱパチンコスロット何が面白いかって、メーカー発表の数値じゃなくて、そこを裏付ける何かとか、こうなったらこうじゃないかって考えるのが面白いんですよ。これなんで震えてねえんだよ。でも4、やべえ一番下にいるよ。お前何やってんだよ。やべえ、うわこれでもね、そんないいバージョンじゃないんだよな。今上から3番目だけど、ゼロダンバロンか。だからこれ実質バロン以外全員に負ける可能性がある。あ、これ死んだかな。要は今3番手にいたけど、やべえ弾かれた。何やってんすかあんた。赤い月はないですね。何やってんだこの人。あんた何してんだ。さっさとゴールしろよおめえらだ。何ゴール前で喧嘩してんだよ。震えねえ。何してんだおめえらゴール前で。これはねちょっと継続するっていうのがなかった。まあ24回も続いたしね。さすがにねえか、さすがにねえか。なんですけど、やばないよ俺今日。今ちょっと自慢のドヤツイートしようとしたの。ネタバレになるかどうしようかと。でガロフラッシュ赤が出てる。あー全回転がないけどガロ保留でしょ。撃破こっちだとだろうね、当たるから。でガロチャンス作るときは白ガロフラッシュ、緑ガロフラッシュ、赤ガロフラッシュから行くことが多いんだけど、ガロチャンスはそれぞれのフラッシュのから行くけど、赤ガロフラッシュから行ってるんで強いです。でガロ保留が出てます。で急戦隊が現れました。これは言ってくれないとねちょっと困りますね。で押し込んでって2345とか順目が出る。あれ行くやろ。おいなんか嫌な予感するけど、いやこれでこれで怖えって。あ当たりでしょ、オールゾロ目だから。これは当たりました、ありがとうございます。普通は2、3、4、5が出るんですよね。僕2、3、4、5しか見たことないです。
演者が背負った重みだよ。8で当たったんで、で当たった図柄で昇格期待度はおそらく変わらないです。例えば1で当たったら周り両方が青だからって昇格しにくいって思うかもしれないけど、1を超えて3になるパターンがあったりするんですよ。どうするかな、震えてね。3ラウンド目にボタンが出るんですけど、僕の実践上 5% から 10% ぐらいはここいけます。ボタンレインボーに震えて震えろ、うわー、これが楽しいんだよ。一回ねこれ経験するとやみつきになります。むしろ本当ラウンド中のボタンだけでよかったぐらい。今クッソロングバイブしたんだけど、この保留ロングバイブじゃない、クッソロングバイブ。ロングバイブは基本的に信頼度 40% ぐらいで熱いです。この時熱い、あガロチャンス、しかも赤ガロフラッシュだからぼちぼちです。たださっきガロボン保留でこのパターンで当てたけど、それよりはちょっと信用できないですね。保留がガロ保留じゃん。全開でやったやったぜ。おいこれやべえ、超神回だよ。おいおいおい、やべ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 、41回転5位、5万発いくよ。やべ、これやってた。やべえ、神回神回神回。どういう経路で全回転いったかは動画をお楽しみに。終わったんだけど。基本的に残念ルートではありますが、びっくりあたりもあるのがこのルートです。あーカットインも入んないからこれは厳しいですね。ただし絶対ダメなのかっつったらそうでもないんですよ。間違ったあたりはありえますが 5% かな、これだと。これ流れ、あれ歌違くね、やっぱそうだ、歌違くね、それ歌詞見ないで言ったからね。 5% かな、これだと。これ流れ、これ流れ、これ流れ、これはまずいですよ。みんなが見てるあなたの人間性を僕も見られてますわ。ガロズアイはなしか。ただ基本はやっぱりチャンスアップとかでの期待はしない方がいいです。間違って当たったらいいなって思うルートですね。だからこれで僕は 10% から 15% ぐらいしかないと思って、多分ダメ、ただ絶対にじゃあ当たんねって言えるタイミングもないんで、なかなかに難しいところで、強いルートじゃないんで、今みたいに単なる金シャンからだとおって思えるもまあ楽しいんですけど、強い保留からあそこ行ったら本当にがっかりです。だから強い保留、強い先読みが出た時は黒の列車に行かない方がいいです。あと初代だとあの VFX 演出っていうのが黒の列車と一緒だったんですが、 VFX 経由のあたりはガマカチャンスに入りにくいっていう法則があったので、それが生きてる可能性もあります。あーでもロングバイブしてねえんだよな、入賞保留だけど。ミドルフル買おうか。歩3歩4バイブモードにしてるから入賞フラッシュはいいんですよ、ここが回るのは。それプラスこれロングバイブしてれば強かったです。歩3歩4に入った時はある程度いい先読みが出ても入賞バイブ
ロングバイブ伴ってなかったらちょっと疑ってください。ガラ保留ぐらいは別格ですけど、逆にこれが ロングバイブしてたらだいぶ期待できましたね。あ、でも上赤だ、ここのランプの色赤だから赤保留レベルかな、見えるかな。ただ変動開始時がちょっと弱いんですよね。あー弱いな。で疑似山でガロフラッシュが出なければ次回予告とかオープニングなんだけど、あ出ちゃった。でも緑ガロフラッシュやっぱここが赤だからか。ただ今のところ僕はまだ期待してないです。天運が出ても疑いますね。あー一応あっちには行くけど、あーここも弱いですしね。やっぱ変動開始時が弱いのとその他もろもろちょっとロングバイブなかったんで、うーんと思ったらやっぱり一応赤色ですけど、タイトル魔獣はそんな強くないタイトルですが、当たる時もそれなりに選択されるんで大きな問題じゃないんですよね。むしろこの流れは天運が出ても当たらない流れです。あと緑保留のままで外れますよ。ガロの緑保留は本当にやばいです。本当緑保留ってだけではやらかすんで、当たる時はこのガロエスピリーチ中には赤保留に上がります。緑保留でも刺さらないとは言わないですけど、他が強ければ当たる時は大半が緑から赤保留に成長します。僕の場合むしろ緑保留のままで当たったケースは黒の列車で1回だけです。それ以外は全部赤保留に成長して当たってるんで、僕の中で緑保留は激アツ殺しです。まあそもそもが弱すぎるんでこれはダメですけどね。お？バイブボタン？ショート？そうだよね。カットに入る。入んねえけどボタンバイブが ついてるからこれ強いな。これ刺さるかもしんない。420回転だから刺さるならここら辺で刺さってほしい。逆エンブレムなら大当たりなんだけど、あるね。一応ありえなくはない。できればカットイン入って金枠になったらなおよしだったんだけど、変動時にブーってなったし、おい青はやめろ、赤、あの選択するときはバイブになってたから悪くはないと思ったら、ちょっとチャンスアップもねえか。ガロズアイも出なーい。あ出た、赤が出りゃなんとかなるかも。もう一回出てできれば赤、厳しいかな。あ、剣かやっぱ。あ、震えね。でも当たった。ダメだとは言わなかったよね今ずっと。最後まで OK だったのは変動中のバイブボタン、選択時のバイブボタン、あの2つがあったからです。ただね多分通常なんだよ多分。うおー戻るなんてあんの。421回転、これまた速攻打ちとか、それはやめて1回継続し、いや10連チャンしてほしいみたいな気持ちでやった方がいいです。10連チャンいくぞ、ほらまた馬いくぞ馬。弱い、ポイントが弱い、でも長い、でも300がない。うわい、おーやっぱ開いた瞬間はやべえのか。ただ長かった。これで連打が長いで、なおかつでかいポイントが出るなんとかなる。1000ポイントあった。うわでもここまでか。何また即落ちなのライガー。お前今度から選ばねえぞこの野郎。やめてよ即落ちは。赤、赤以上。お、なんとかなるかも。緑ボタンの赤は割と信用してる。よっしゃ、赤ボタンの赤カットインより緑ボタンの赤カットインの方が強いかなって思ってます。赤カットインで死ぬ時って赤ボタンが一番僕の中で多いんですよ。緑ボタンが死ぬ時は大体紫カットインなんで、緑ボタンの赤カットインはなんとかある。よかった、10連するぞ。1回続いたからこれでよしってな、満足すると格好終わることを20年打ってやっと知りました。だから強欲にまだ満足してねえからなみたいな。それでも、あ、ユニコーンです。それでもユニコーンでした、すいません。演者としての悩みがこれもう絵が取れすぎてるからもったいねえな。なロングロング長い長い、よし200もたくさんある。できれば金のポイント、弱え、また弱えよ。いや
前半パートが短いから後半パートも短い可能性が強いな。あ、線がね、うわダメだこれ、これは死んだ。なんかやべえパターンばっかり起こすな。で赤カットインでセーフとかやらせてくれるの多分紫だけど、ほらダメだこりゃ。これは継続したことないですね。うん、あ、ここでの継続ね。おい、収束しなくていいんだよ、24連チャンの分を。あ、はい、ちょうど佐々木様が来られるということで、取ったろ取ったろ。今駅着いたって話だから、どっちから来るかな。ここ右から来る可能性もあるから、ここで待機してるかな。多分あっちから来るか。俺もいるのか。いや、いないよな、おらんよな。じゃああっちから来るか。あ、いた、あれや、佐々木様のご到着でございます。おっし、はい、本日まずこのメインコーナーなんですが、今日無双からずっとお客さんが誰も辞めないです。でガロも誰かが辞めるとすぐ座る。で僕の台もすぐ当たる。ショットショック、ショット漆黒からお客さんが離れちゃいましたけど、ここずっと埋まってました。ああ、結構ゲンもやっぱ日曜の夕方5時ぐらいになると割と帰っちゃうんですよね。それでもユニコーン、ベル、あ、これベルセルクの方が多分いいですね。うわ、ユニコーン1200も回しされてる。ユニコーンよりもベルセルク無双の方が打てそうですね。で、ゲンも今でこそちょっと飽きらい出てますけど、今ね、やっぱゲンってなかなかお客さん座ってくれなくなってるんで、そんな中でも十分打てると思います。で、やっぱほぼマックスのお店なのに、ほぼマックスのボーダーラインは絶対にクリアしてるんで、かなりハークにたわいやってると思いますよ。弱いって声も聞きましたけど、今日それでも埼玉とか東京のマックスコーナーの店に比べたら全然今日楽しく打てました。で、設定行き過ぎですが、セイントセイヤから六角が出たという話は聞いてます。すいません、なんか出ました。何も出ない。パスリーさんのライブ6以上になってるから、だって2万2000パスも出てたら6ですよ。おめでとうございます。あとセイントセイヤ、あーでも今日6角出たのにちょっと頑張れてない。6角手は出たんですよね。ちょっと教育しますか。教育します。これこちらも、あ、な、あ、教育シーンをと、あ、だでもこれは大事な視聴者様が六角出たのに出ないんだから、これは殴ってもいいと思うんです。ペガサス水星剣ってライトもちょっとお客さん引いちゃったけど、あ、キクリも結構、これなんか60回も当たってるよ。軒並み結構数字そのものはついてるんで、お客さんが帰っちゃっただけですね。ほぼマックスなんで割と粘らず帰る人もいるんですよ。あ、そうそう、よし。で、おそらくどっちも上じゃないかな。セブンも多分、海もあの 4分の3が沖縄5で奥4なんですよね。みんな新しいのが好きなのか。あれ？で、このケレスさん、海は実はご年配の方に打ってほしくて割と甘かったりします。ジャイロさんは実がなぜ海を打たないかが答えがあるんです。新穂、ちょっと今日新穂は海は当たりは空いてる台にはなさそうですね。ギアスが32回と39回当たってて、あれなんで動いてるんだろうと思ったら、ほぼマックスのボーダーラインは超えてると思いますね。20ぐらいはあるんじゃないかな。今ギアスで20回る台なんて打てないから。お疲れっす。初めて競馬をやれました。で、結果の前にエンディング飛ばす人いるから先に競馬の話しておくと、三成さんに言いたいんだけど、あのボタン裏技とかで競馬を最初からできるようにしてほしかったですね。検証ができない。おそらくですが、最初に強さを決めるルーレットで一番上だったら多分自分より弱い相手しかいないから勝ち確、おそらくね。あと一番下が選ばれても、もしかしたら逆に超激アツなのかもしれない。自分より強いやつしかいないから、で多分一番下は選ばれないのかもしれないですね。で、2番目3番目4番目になった時が問題で、おそらく自分より下にいる馬には負けません。おそらく仮説です。裏は取れてません。というわけで結果発表。投資1125発、回収2万7125発。
プラス2万6000発の大勝利。しかもこのお店ほぼマックス交換なんで、僕ほら埼玉で生活してきたんですけど、埼玉とか東京都内が謎の数字25だった時ってこんなに回るホール本当になかったんですよ。1000円15回とかのが普通デフォだったんで、はっきり言って関東がマックス交換だった頃ってほとんどマックスの店行かなかったんですよね。で今日さすがに日曜日なので視聴者さんからちょっと弱いっすねって言われたんですけど、よく考えたらねほぼマックスでこれだけ回してたらやっぱり薄利多売だとは思うんですよね。だからちょっとこの系列店さん謎の数字下げたらもっと面白いことができるんちゃうかなとも思ったりします。ほんとね皆さんちょっと弱いっておっしゃるけど、あのボーダーラインを考えた場合と他の店行った後こっち来ると弱いって言ってすいませんでしたってなります。はい、僕ちょくちょくとマックス交換のお店の実践もあるんですが、25と 25.5 0.5 しか変わらないのにやっぱだいぶ回るって思って打ってましたね。はい、次は9月2日なんですけど、9月2日、これは多分チャンス、今日より絶対いいと思います。ね、これだけどんどん稼働も上がってきてるのできっと余裕も出てきてると思うんですよね。というわけでまた次回お会いしましょう。さよなら。次は9月2日、この辺散歩します。